はい、皆さんこんにちは。中学2年生の国語についてですね、ちょっと今日はですね、乖離点とそれから書き下し文ですね、こちらの方をちょっと確認していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ乖離点いきましょう。まずはレ点と1、2点の内容をね、復習していってください。まずレ点が最初のですね、この漢字のですね、左下についています。それなので、レ点の場合は下から上に上がって読んでいきますので、読む順番を言っていくんですが、1番、2番という、この順番の漢字で読んでいきましょう。そして3番目に読みたいんですけれども、ここ2点がついてるので、2点は飛ばしてもらって、下まで行きますが、この1点のところまで行くんですね。1点のところから2点に戻りますので、ここが5番目、こういう順番で読んでもらうといいでしょう。さあ、今度は1、2、3点までありますんでね、気をつけていってくださいね。3点のところは飛ばしますよ。で、1、2。で、2点のここの漢字も飛ばして、3、4って1点まで行ったらば、あとは2点、3点という形で戻っていってください。はい、3番も行きましょう。まず何もついてないのが順番通り上から下に行きますね。はい、レ点がついてるから下から上に行きたいんですけど、この下の漢字に2点がついてます。ってことなんで、一回ちょっとここ飛ばしちゃって、ここが3、4、5、6と、こんな順番に持ってきてください。はい、4番も、行きましょう。まずは、1、2、3と何もついてないので、そのまま行きますね。4って行きたいんですけど、2点がありますので、飛ばして4ですね。はい、5と行きたいんですが、1点とレ点が一緒についてます。この場合は先に下行って、6、7と、レ点の方をまずはやってみてください。ね。という形で言ってもらうといいでしょう。はい。じゃあ続けて、これを使ってですね、書き下し文に直していきたいと思います。はい、レ点がですね、2つついてますよっていうのもね、押さえていってください。それから、左側じゃなかった、ごめんなさい。右側についてるんですけど、カタカナで書かれてるのは送り仮名で、ひらがなで書かれてるのは読みになります、漢字のね。で、まずは、1、2って書いてる、レ点のね、やり方でいきますので、別れをっていう形ですね。そして、恨んでは。で、鳥が来ますね、次。鳥にも、で、ここレ点あるから下から上なんで、心を驚かすというような書き下し文で書いてもらいますので、こんな順番でぜひ読んでみてください。はい、続けて、まず、ほうかですね。これ、ほうかって言います。ほうか。はい、で、2点があるんで、ここから行きますね。これを読んでから2点に戻ります。三月に、つらなりって感じですね。これも3月じゃなくて3月って言いますので、3月ですね。そういう感じで読んでみてください。はい。じゃあ次で3番ですね。レ点なんで下から上です。これね、頭をじゃなくて、神戸と読みます。神戸を垂れて、神戸を垂れてって読むんですね。で、思うと言いたいんですけど、2点があるから、ここを読んでから2点に戻りますので、故郷ですね。故郷を。で、ここ、おもふと書いてありますね。これはそのままおもふと書いちゃっていいです。ね。そのまま写し書きで入れちゃってください。はい。という形でね、こんな風に書いてもらうといいでしょう。書き下し文はね、そのまま写し書きでね、書いてもらっちゃって大丈夫ですので、そんないい感じで入れてみてください。はい。ではですね、本日は、ここまでになります。こんな形のですね、漢詞の内容なんですけれども、乖離点と書き下し文の直し方ですね、しっかり押さえながらやってみてください。ではまた次回お待ちしております。じゃあねー。はい、失礼します。